どうもナオチンです。スターオーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は優秀なファクター10選やっていきたいと思います。ファクターはいっぱいあるんですけども、使えるやつって限られてますよね。その中の10選発表していきます。いきましょう。それでは優秀なファクター1つ目、 HP 吸収付与ですね。与えたダメージの5分の1を HP に還元する。これね、吸収量が異常なんですよね。 5% ぐらいでいいと思うんですけども、 20% HP を吸収してしまう。ほんとチートです。ブラッディアーマーと合わせたらもう死ぬことがないので、これ本当に使えますね。続いて優秀なファクター2つ目、 MP 吸収付与。与えたダメージの20分の1を MP に還元する。HP 吸収と同じく、これもめちゃくちゃやばい能力です。ブラッディヘルムがあるので、ヘルムの時はこっちを装備しましょう。あと、MP をめちゃくちゃ使うけども、連発しちゃうっていう必殺技の時に、これをつけとくとめちゃくちゃ使えます。優秀なファクター、3つ目、攻撃力アップ 20%。攻撃力を 20% アップさせるシンプルな能力なんですけども、最終的には近接の攻撃力でゴリ押ししていきますので、これは武器によってはものすごく使えます。優秀なファクター4つ目、火事場力です。 HP が低いほど攻撃力、魔力、防御力が上昇する。最大 30% ですね。これ HP1 で耐えることが全然できるゲームなので、この火事場力との相性抜群です。最終的にこの 30% の攻撃力アップめちゃくちゃ使えるんですよね。続いて優秀なファクター5つ目、オールフォーワンです。自分以外のバトルメンバーの数かける 5% ダメージがアップするです。これもともと武器にしかつかないんですけども、1周に1個、スターガードっていう盾が手に入ります。それについてるんですよ。装備してるだけで、パーティー4人で行けば 15% ダメージがアップする。これはね、絶対強いです。優秀なファクター6つ目、マスターグレード。このファクターがついた装備を追加投入の素材に使うと、レアファクターの付与確率が 10% 上がるっていうやつですね。ファクター厳選むちゃくちゃ時間かかります。特にレアファクターは本当につかなくって、1つの装備を厳選するのに30分ぐらい平気でかかってしまいます。その時にこのマスターグレードがあると、ものすごい時間短縮になっていいんですよ。これ絶対に必須です。優秀なファクター7つ目、集う星ですね。同盟のファクターが3つついていると、攻撃力などのステータスが 20% アップします。集う星を3つ装備しなきゃいけないんですけども、攻撃力を上げるファクターっていうのが少ないので、これは絶対につけた方がいいです。まあ、攻撃力以外の能力がアップするっていうのもすごくいいですよね。間違いない。優秀なファクター8つ目、混合不快です。最大 HP から 10% 以下のダメージを無効化する。普通に使ってもすごく強い能力なんですけども、ある装備と合わせることによってほぼほぼ無敵になるっていう、とんでもないファクターです。これはね、後々すごく使います。続いて優秀なファクター9個目、超振り絞りです。 HP が0になった時に一度だけ HP40% で復活する。2周目3周目にもなると、ほぼほぼやられることはなくなると思います。でも1周目の時って意外とやられたりするんですよね。その時にこれをつけてると保険になって、俺はすごく助かりました。それではラスト、優秀なファクター10個目、フルボーナスですね。ボーナスゲージが最大の時、ボーナスの効果を 1.2 倍にする。隊列ボーナスで攻撃力とか上がるやつありますよね。あれの底上げができますので、これを一つ入れておくといいと思いますよ。はい、ということで今日は優秀なファクター10選でした。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。